この動画では今一番農作業に向いているワークマンシャツを紹介します。ランニングでも使えるスポーツ用に開発されただけのことはありますよ。昨年ですね、僕が一押ししたこのシャツを超えました。第5位価格です。このシャツですね、なぜかめっちゃ安いんですよね。はい、サラリーマンが農家になってみたの片本です。早速ですが今日は農作業に向いているワークマンの夏シャツを紹介します。今僕がこの着ているこのシャツが1年前に動画でですね、僕が一押しした農作業に向いているといったワークマンの夏シャツですね。商品名は肌がサラサラゼロドライマイナス5度長袖 T シャツです。僕は就農以来1年中ですね、農作業の時はワークマンのシャツやパンツを使ってます。今日もですね、このシャツだけじゃなくて下のパンツもワークマンです。これから紹介する今年買ったシャツが僕の中では今一番農作業にぴったりのシャツだと思っていて、昨年ですね、僕が一押ししたこのシャツを超えました。もう今日はですね、いきなり僕の一番おすすめのシャツ最初に紹介しちゃいます。このシャツですね。このシャツがビニールハウス農家の僕にとって今一番着心地のいい作業しやすいシャツです。なんかですね、ボロボロになるのが嫌で、こう着るのためらっちゃうぐらいですね、気に入ってるんですよね。なのでこれまで着てきたワークマンシャツと何が違うのか、まあ僕自身の理解も深めるためにこの動画作ってみました。ここからは自分で買って使ってみた僕の超個人的レビューです。昨年もこの時期にワークマンのシャツの紹介動画作りましたけども、まあ今これ着ているですね、このシャツ、このシャツも含めてその時に紹介したシャツと大きく違うことがあります。それはですね、ワークマンの中でブランドがですね、違うんですね。このシャツはですね、ファインドアウトと言いまして、これ見えますかね？ブランド名。ファインドアウトとありますよね。このファインドアウトというのはですね、ワークマンの中ではスポーツ用に開発されているブランドなんですね。これまで愛用してきたシャツは、まあこのシャツもそうなんですけども、これはフィールドコアというブランドです。フィールドコアっていうのはですね、まあアウトドアでも使えるし、まあ街中でも使える。まあそういうコンセプトで開発されているブランドです。まあホームページでもですね、このファインドアウトのシャツを紹介しているところというのは、ランニングしている方がモデルとして使われています。まあそこから見てもですね、このファインドアウトというブランドで作られているシャツっていうのは、動きやすさだったり、まあスポーツシーンで使われる。まあこれを想定して作られていることがわかります。ちょっと着替えてみました。まずですね、とにかくですね、シャツが軽いんですよね。まあですね、生地が薄くて軽いんです。そしてですね、とても動きやすいです。特にこの肩周りですね。さすがスポーツ用に開発されていることだけはあります。僕はですね、夏場は薄くて軽いシャツが好きなので、まあとても僕好みではあります。そしてですね、夏シャツにとってすごく重要なのが、吸汗速乾機能ですよね。この吸汗速乾機能もフィールドコアのシャツよりも上を行っていると思います。汗をかいた時の肌への張り付き感はフィールドコアのシャツよりもこちらの方が少ないです。ここでですね、すごく重要なのは昨年ですね、フィールドコアの中のクライミング系のシャツ、まあ、こちらもですね、すごく薄くて軽いんですけども、このシャツも紹介したんですが、その時にも言ったんですけども、フィールドコアのですね、クライミングシャツは吸汗速乾機能が若干弱くてですね、すごく汗をかいた時にですね、肌への張り付きが結構するんですよね。それが僕にとってはマイナスポイントだったんですね。昨年ですね、僕の一押しシャツとして紹介したこのシャツはですね、ちょっと厚手なんですよね。その分汗を吸収しながら速乾機能で汗を乾かしてくれます。そしてですね、この裏地に一工夫してあって、この裏地がですね、肌への張り付きを軽減してくれるんですね。確かにですね、すごい高機能のシャツではあります。でもですね、この冷感リフレクティブのこのシャツは、速乾機能の性能はすごくて、汗をかいてもどん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 外に出してくれるんですね。ですから嫌な肌への張り付きがないんです。さすがランニングでも使えるスポーツ用に開発されただけのことはありますよね。そしてですね、肌触りも最高です。少しですね、ヒヤッとして、そしてスベスベしていて、とても着心地いいです。この肌触り自体は昨年紹介したフィールドコアのクライミングシャツも同じようにいいんですけども、汗の抜けがこのシャツの方がいいんですよね。ですから、夕方急に涼しくなった時に寒さを感じにくいです。これはですね、ここ北海道のように朝晩の寒暖差があるような地域で農業されている方にとっては嬉しい機能だと思うんですよね。3位5位価格です。このシャツですね、なぜかめっちゃ安いんですよね。僕の買ったこの長袖シャツは780円です。タンクトップとか半袖のスタイルもあるんですけども、それに至っては580円なんですね。フィールドコアの長袖の T シャツは980円のものがすごく多くて、
僕が昨年買ったクライミング系のシャツの1枚は1500円しました。まあそうなってくるとですね、このシャツ半分の値段で買えますよね。農作業で使うシャツは消耗品なので、まあコスパがいいところもですね、おすすめできるポイントです。最後に公式ホームページを見ながらカタログ情報を見てみましょう。まずこの冷感リフレクティブシャツなんですけども、吸汗速乾プラス冷感性がある生地、クイックアイスを採用、軽量でソフトな肌触りとあります。まさにこの通りになっていると僕は思います。基本性能としては紫外線を 90% カットしてくれます。まあ紫外線カットというと女性が気にすることだと思われがちですけども、農家は一日中ですね、外で仕事をする日結構ありますんで、僕はですね、男女関係なく紫外線カットというのは重要な機能だと思ってます。僕はですね、ワークマンシャツ買うときは紫外線カットっていうのは必ず見ますし、僕が持っているシャツのほとんどは紫外線カット機能がついているものです。そしてですね、接触冷感と吸汗速乾機能がついてます。特にですね、この吸汗速乾機能っていうのは本当に高機能です。あとですね、夜ランニングしてても光で反射するように、まあ、反射材、まあ、こういったものがおそらく反射材なんですね。まあ、こういったものもついてます。ただ僕の場合は昼間にですね仕事をして夜にワークマンシャツを着て動くことっていうのはほとんどないので、まあ、僕にとってはあまり関係ない機能ではあります。最後に価格ですね。本当に安いです。おそらく低価格帯の商品が多いワークマンの商品の中でもかなり安い部類の商品になるのではないでしょうか。セールではなく定価でこの価格ですからとてもありがたいですよね。消耗の激しい農作業で着る服としては本当にありがたい価格設定です。というわけで本日は今一番農作業に向いているワークマンシャツを紹介しました。この動画がちょっとでもためになったなと思った方、ぜひ高評価ボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の紹介まで、さよなら。